はい、どうも、緒方チェリ担当プロデューヌのテクタンと申します。本日は、2019年の6月の20日、日付が変わった時に、突如発表されました、新イベント、ライブカーニバルについてのお話と、それに伴って開催されているキャンペーンについて、今わかっている情報をちょっとまとめていきたいと思います。はい。今のところライブカーニバルに関して分かっている情報はこれだけのみです。はい、プロデューサーの皆様に新イベントのお知らせです。ということで、ライブカーニバル、なんとアイドルが50人以上参戦するそうなんで、ちょっとどんな形になるかね、どんな形のイベントになるかっていうのがちょっとなかなか予想つきにくいんですが、そのあたりの考察は後ほどしていきたいと思います。日程は7月の初頭ということで、7月の頭にイベントが開始されているそうです。今現在分かっていることは、50以上のアイドルが参加、7月初頭から始まるということ、あとは育成をしないといけない、このことが分かっております。そして具体的に今分かっているライブカーニバル開催直前強化合宿キャンペーン、こちらの分かっている情報をちょっとまとめて見ていきたいと思います。ライブカーニバル開催直前強化合宿ということで、キャンペーンは6月の20日から6月の30日までということなので、イベントが初頭と言っていますが、7月1日から始まる可能性もあるなと思います。このキャンペーン、6つのキャンペーンを開催しているそうです。まず1つ目はライブカーニバル開催直前強化合宿ログインボーナスということで、スタージュエルを50個プレゼント。これはよくあるログインボーナスということなんで、まあ皆さん毎日忘れずにコツコツログインいたしましょう。2つ目はライブカーニバル開催直前強化合宿スペシャルライブキャンペーンということで、ライブクリアしたライブでの報酬の話ですね、は限定のギフトアイテムを獲得できるということで、限定のトレーナーチケットが手に入ります。内容としてはバレンタインや OSSL やったり浴衣、セーヤーなどなど、季節限定のトレチケが報酬として出てくるそうです。こちらは皆さんご存知の通り、アイドルの特技レベルを上昇させやすいっていうことなんで、特技レベルを上げる上ですっごいすっごい欲しいトレーナーチケットなんで、かなり嬉しいです。そしてギフトアイテム、ピニャテイン、プロテインっていう、プロテインっていうことやね。うん、新アイドル上げるためにはすごい重要になってくるギフトアイテム、こちらも手に入るようになっております。注意事項としましては、キャンペーン期間内に開始したライブでも、クリアした時間、ライブクリアとなった時間がキャンペーン期間を越してしまっていたら報酬はもらえないそうです。そしてマスタープラス、この場合は対象外だそうです。ですのでね、これを機に期間内にたくさんライブを回して、ここに書いてあるトレーナーチケット、できるだけたくさん手に入れた方がいいです。そして3つ目、マニーショップにて期間限定アイテムを販売ということで、マニーショップでも限定のトレチケが発売されているそうです。あとはピニャテインやティアラも発売されています。ティアラも売られているということなんで、とにかく特訓とかポテンシャル上げとかね、それに特化したような感じになっております。このアイテムもね、買えるだけ買っている方がいいと思います。はい、続きまして4つ目はレッスン大成功確率アップキャンペーン。はい、ということで、レッスンもそのまんまですね、大成功率がアップするということで、6倍なんで、かなり大成功すると思うんで、トレーナーチケットあまり使わずにレベルガンガン上げれると思うんで、今のうちにね、まだレベル上げてない SS レアとかいたら、もうこれを機に全部上げちゃうことをおすすめします。続きまして5つ目が育成強化キャンペーンということで、まず1つ目がローカルオーディションガシャ。ローカルオーディションガシャではノーマルアイドルがレベル10の状態で出てきます。そしてマスタートレーナーチケットが出現。そしてなんと期間限定のトレチケ、これも排出されるそうなので、
ローカルオーディションガシャね、なかなか引かない方もたくさんいらっしゃると思うんですが、期間限定のトレチケすごく美味しいんで、ありったけありったけ引いてみてはいかがでしょうか。そして二つ目が、期間中に営業に各種トレチケが獲得できる強化合宿キャンペーンやスペシャル営業があります。それが1日1回限定と回数無制限の2種類がありますので、営業に関しては一度ね設定したら放っておくだけで十分なんで、これでトレチケたくさんゲットしましょう。そして最後に6つ目が、特別支援キャンペーンということで、期間中のライブではティアラや魔法のドレスのドロップ率がアップ。これは魔法のドレスとかをねゲットするためにトレチケもゲットできるんで、ライブいっぱい回しましょう。そして営業でもこのティアラとかに関係するようなスペシャル営業もあるそうです。それは1日3回までみたいです。やっぱりマスタープラスのチケットを使えば特別支援キャンペーンの対象外とはなってしまうそうです。はい、といった感じで6つのキャンペーン開催しています。まあ、とにかくなんかどんなイベントかは全然わからんけど、限定トレチケめっちゃ集めた方がいいよってことだけはね、まあ、はっきりわかってるんで、皆さんキャンペーン期間中にいっぱい集めましょう。さてこれはね事前のキャンペーンなんですけれども、じゃ実際ライブカーニバルっていうのは一体どういうイベントなのっていうのがすごく気になるところですよね。まず50以上のアイドルがライブに参戦するということなんで、これは自分の持ってるアイドル、まあ、自分一人で50人集めてライブするのか、もしくはオンラインでいろんな人と集まってライブするのか、どっちなんやろうっていう風に考えたんやけど、まあ、私の考察としてはどちらもありかなと思います。ソロプレイとマルチプレイっていう形で、あるんじゃないかなって思います。なかなか50以上 SS レア持っていたりする人も、新規でテレステ始めた方とかだったらなかなかいらっしゃらないと思うので、そういった感じでマルチとかもあればね、まだ手持ちの SS レアで参戦できるっていったこともあったりすると思うので、そういった形にもなる可能性あるんじゃないかなと思います。あとこっちは全く予想不能なのですが、この7月初頭から開催予定しているということなのですが、これが期間限定のイベントなのか、期間限定というか期間がはっきり定まっているイベントなのか、もしくは今あるライブパーティーのように常時設定されているイベントなのか、それがねちょっとなかなか予測できないんですよね。こんな風にわざわざ予告して言ってるから、スシローはね突然始まったじゃないですか。なのでもしかして常時あるイベントなのかなっていう風にも思ったりしたんですけれども、7月初頭の開催を予定しているっていう書き方だから、7月初頭だけ1回だけのイベントとも言いつつ、新イベントっていう言い方だから、いや1回だけじゃないよねって思いつつ、でもなんとなくですが、ライブパーティーのように常時あるイベントじゃないかなっていう風に思っています。はい、といった感じでライブカーニバル、こちらについていろいろ見ていたり考察していたりしました。かなり謎が残っているイベントなのですが、やっぱり持ってる SS レア数多く増えてくると、特技とか秒数とかタイプとか全く被ってる子とか、なかなかねユニットに入れられない子たちもいると思うんですよ。その子たちもみんな総出でねライブしたりイベントに参戦したりできるっていうことなんで、それはかなり嬉しいですよね。どんな形のイベントになるのかかなり期待です。まあ、ほぼほぼ10日後ぐらいに始まるんで、もうすぐなんで、今できること皆さん頑張ってねトレチケ集めて SS レア、もしかしたら S レアもね使うことになったりすると思うので、所属しているアイドルできるだけたくさん育成してみましょう。はい、じゃあもしね皆さんの予想とかなんか考察とかありましたら、コメントで書いていただけると嬉しいです。はい、
それでは今回はこのあたりで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。